どうも芸人小屋健太でございます。僕はですね、徳島県のいろいろ YouTube に載せてるわけでございますが、はい、マネージャー、はい、いいの出ましたよ今。何がですか？いい白目が出てた。白目、そう、白目ちょいちょいしますけど。え、ちょ待って待って、発音何それ？今の白目、白目、白、まあもう白はわかる、目、白目でしょ。白目、標準語やとしても白目じゃないですか。白目、あいや、いつも僕ら、うん、仕事の合間でよく一緒にご飯行ったりとかするじゃないですか。そうですね。あのお店に入ってね、うん、まあ、いろんな各地のもの食べようっつって徳島県内で活動してても、はい、いろんなグルメ食べてきたんですけど、そうですよ、今もうこのご時世なんで、うん、あんまり外食がよろしくないと。そう、ムードがね、はい、出たらいかん感じになってるからっていうところで、結構多分全国的にそうだと思うんですけど、うん、飲食店さんがお持ち帰りとかデリバリーとかにすごい力入れてて、あ、そうですね、今ね、ウーバーイーツがバカ売れの時代ですから。そう、あれ流行らすタイミング良かったですよね。だからね、お持ち帰りデリ徳島っていうサイトがありまして、うん、はい、これは徳島県内の、うん、まあ、飲食店さんとかが、はい、あのお持ち帰りこれできますよっていうのをまとめたサイトなんですよ、うんうん、まあ、メニューも見えちゃうみたいなことですよね、はい、これが持って帰れるという。でちょっとサイトパーって見てるとすごい見やすくて、お店のジャンルとか地域とかも、うん、あ、なるほど、分かれてたりとか、エリア別ありがたいな、はい、うん、なんか配達可能のお店みたいのも選べるんで、はい、いいですね。これはねすごい重宝するなと思って、はい、今日のお昼は、うん、このお持ち帰りを、はい、まあそれぞれ、別で買うてきたんですけども、はい、じゃあまず僕からね、僕が買うてきたのは、はい、ビストロ平井さんというお店の、はい、こちら、ドドン、バゴンカツサンドでございます。ああ、いいですね。うまいに決まってるカツサンドでございます。ありがとうございます。うんうんうん、すごいね、電話で予約パッと、そのサイトから電話できるんですけど、はいはい、電話して、もうお店行ったらもう完成してて、そうですね。すいません、ありがとうございますみたいな。定食とかも、うん、テイクアウトできるんでよかったらみたいな言ってくださって、すごい美味しそうでございますけど、はい、続いてマネージャーのやつ紹介してください。僕はですね、うん、ドドン。うわ、なんじゃい。生意気さんのローストビーフ重でございます。生意気やな。これめちゃくちゃ美味しそうなんですよ。これ絶対うまいですよ。はい、匂い漂ってますけど。これでも多分両方うまいけど。はい。ご時世的にあんまその一口くれやあんまできんね。まあ確かに。なあ、そ、まあ別で頼むしかないということですけど、これも絶対うまいから、はい。とりあえずじゃあ食べていきましょう。いただきまーす。はい、いただきます。カツサンドってなんかすごい魅力あるよな。好きですよね。僕あんまりねパン系食べないんで。ああ、そうかそうか、うん、もうこれタレびっしり、ソースがもうたっぷりでございますから。いいですね。いただきます。うん、いつも思うんですけど、うん、食レポ用の一口じゃないですよね。うん、ふん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 、うんまっ。もうちょっと、もう一回行きたいぐらい。すぐ、それもカツ分厚うて、うん、なんか普通の食レポできるのに今生きろうとしたな。いや美味しいです。いいですね。めちゃくちゃ美味しい。続いて僕もいただいていいですか？ローストビーフ丼。ローストビーフ丼、いや絶対うまいやんこんなん。いただきます。いっちゃってください。はい。うわ、柔らかっ。ごまが振ってあって、うん、ごまの風味がすごい効いてる。これ700ちょっとなんですよ値段、うん、なんか本格的なのね最近食べようっていろいろ思ってて、はい、マネージャー結構お昼ご飯こだわったりするでしょ。そうですね。だから僕とかもうピャッともう秒で終わらすような、あ、うどんとかカップラーメンとかうどんとかそんな多いんで、うん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 、なんか割と値段変わらないんです。あ、確かに。ラーメン焼いても1000円で使うし、うんうん、うどん焼いてもなんやかんやで、ね、500円以内であんま済まないじゃないですか。そうですね。これやったら同じお金出してこんなん食べるもええなと思って、うんうんうん、そうなんですよね。ねえ、おいしい。パンサクサクやん。パンサクサク、パンサクサク、うん、中ボテボテ。どういうこと？ボテボテはいいこと。いいこと。デブい、熱い。でちなみにですけど、うん、このサイト僕今パーって一通り見たんですけど、へい、ピザとかラーメンとか、うんうん、いろいろオードブル系とか、はいね、すごいいっぱいあるんですよ。パスタとかもあったね。あ、パスタもありますね、うん、だからジャンル問わずほぼあるから、うん、そうですね。で地域も結構まんべんなく載ってるんで。そう、徳島だからウーバーイーツがないんですよ、うん、
だけそうです ね、こういうサービス始まったのちょっと逆にありがたいし、うん、今いろんなお店知れるチャンスもあるから、あ確かにプラスに取られていくもあるやね、うん、徳島、うん、つまみ食いのコーナーってやってたけども、はいはい、なんかあれってまあ一年中やってるようなとこばっかなんですよね、うん、基本的に。あそうですね。だけどこれって多分期間限定のもあるので、うん、まあ収束したら多分なくなるんでしょうね。そう、逆に今すごい今しかできないことがあるみたいな捉え方はね、うんうんうん、いいと思いますよ。結構ボリュームあんなこの本で。これちなみに、うん、いぶりがっこ入ってるんですよ。出たよ、僕いぶりがっこ大好きで。なんかあのたくあんの腐らしたやつでしたっけ、何でしたっけ。スモークですね、燻製。うん、たくあんの燻製、いぶりがっこ。そうですね、美味しい。あなた好きね、いぶりがっこ。大好き。なんかあの B 級グルメのやつでもいぶりロールみたいなの作る。やりました。いぶりがっこ大好きなんですよ。いぶりがっこ、徳島ってあんま馴染みないんですよ。うんうんうん。たくあんのことこんこさんって言うて、方言でね。はいはい。だからもうこんこさん言いたいがために全員がそのまま食べてるんで、あ、なるほど、ね、いぶすないぶすなみたいな考え方なんですよ。確かにあんまり売ってるところ見ないかもしれないですね。あ、売ってるのかな、うん、僕も初めて食べたん3、4年圏内ですわ。あ、そうなんです。それまで触れたことも名前も知らなかった。はいはい。これでもなんかあれやね、あの、はい、僕らのチョイス多分そっちも絶対うまいし、うん、これめちゃくちゃ美味しいんですよ。はい、いろいろ試したなるね。確かに結局めっちゃあれやん、仕事も僕ら結構減ったんですよ。だいぶ行かれて、はい、めっちゃお金は飛ぶやん、うん、この期間僕あれやから、現在ダイエット進行形でやってるんですよ、うんうんうん、昨日と今日僕一緒にいますけど、うん、割と食ってますよね。うん、これ皆さん知ってるか分かんないですけど、この人うちに来てめっちゃ唐揚げ臭かったんですよ。そう、小屋さん唐揚げ食べましたっつったら、うん、あ、ガーリック唐揚げ食べましたとか言って、いやマジでダイエットしろよって感じなんですけど、わははです。唐揚げはだって、はい、ご飯は食べてないんやから僕。ああ、なるほどね。だから余計あの匂いも強かったの。ああ、鶏肉だし、そう、あのダイエットにはいいと。そうそうそう、糖質制限ダイエットで、うん、僕は過去に1ヶ月2ヶ月で22、3キロ落ちたんで。はい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 、ありましたね。だからもうそれやったろうと思って、それが早いから。はい、めっちゃ糖質やけど、うん、確かにグルテンノーフリーでやっとるから今で。あともう一個あるのが、うん、うちでめっちゃ僕のお菓子食べてますよね。うん、うまいのよ。いや、うまいのよじゃなくて、いや、もうダイエットする気ないじゃないですか。いや、この柿の種、マネージャーの家にね、ほんまスーパー業務用柿の種みたいなのあるんですよ。そう、 1.5 キロの柿の種があるんですよ。何万粒入っとんなみたいなやつがあるから、はいはいはい、絶対食ってもわからんかなと思って食べちゃった。マジで良くない。そう、それをツイキャスしながら食べよったんですけど、泥棒だみたいなこと言われてみんなに騒がれて、気づいたらマネージャーコメント欄おって、うん、何食ってんだ。リーク入りますから、そういうのやっぱり。そう、もう情報が流れる、うん、怖い時代やで、ほんまみんな SNS とか気つけよ、ほんまに。もうマジで、もう盗みもちゃんとできんないから、もう悪い時代です。よくない、本当に。だるい時代ですよ、ほんま大変ね。まあ、ということで、はい、ちょっと、話脱線しちゃいましたけど、はい、まあ家でもいいですし、うん、まあなんかね、移動してる時とかだったら、ね、まあ、車の中で食べたりとか、こうやって、うん、そう、だから店内滞在時間すごく短いので、電話しても言うといたら何時に取りに来てくださいがあるので、うん、そうですね、お金も分かっとるし、もうそれ用意してパッと行ったら、うん、ね、接触も少ないし、まあ、安心して行けると思いますので、うん、はい、まあ、これは非常にいい動画じゃないですか。そうですね。というわけで、みんな自粛で暇なら僕たちの動画を見よ。はい。チャンネル登録よろしくお願いします。だ、それなんなん。はい、ということで皆さんぜひ利用してみてください。ほんまにええサービスやと思います。動画の中でも言うたんですけど、今しか、お持ち帰りできんもんとかもございますので、ぜひぜひということでね、ほんまに大変な時期で僕らももう直撃しとんですよ。だけどしんどいことはしんどいで、もう頑張っておもろいことをよりおもろくして乗り切っていきましょうということで、ありがとうございました。